はい、こんにちは。笠間博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。装着変身シリーズ。ガロ。ガロです。はい。ということで、黄金騎士ガロ。はい、装着変身シリーズ。You can attach あ、あ、あ、あ。<laughs> ということで、はい。2006年、メイドインチャイナでございます。はい。当時お値段は3000円ですね。安い。 安いと思います。はい。ちょっと日焼けしちゃってますけどもね。はい。ガロ。その正体は、ガロの称号を代々受け継ぐ魔界騎士の血筋を組む。西島公家。はい。暗黒を断ち切る王国騎士、ガロ剣残ということで、はい。かなり黄金に輝いております。かっこいいです。なんかね、まあ、装着延伸シリーズ、まあ代表的なところで言うと普通に、 あの、仮面ライダーがありますけども、えーと、このね、やっぱ金色で、やっぱ鎧を装着するっていうところを観点からいくと、あのー、セイントセイヤーがやっぱ一番最初に思い浮かびますよね。それでは開けていきましょう。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。すっげえ輝いてる。ということで、なぜ今日これをやるかというと、この後ね、 ええと、オーリンガロー魔界角のオーリンガロウが多分、オーリンガローが多分届くので、それにちょっと伴ってね、ガローをやっていこうかなと思います。ということで、顔すごいな、この効果の顔が。ふ田城と一緒ですね、装着変身の <laughs>。昔、レビューしましたけども。ということで、 ええと、最初からね、もう手とか腰とか肩はパーツが付いておりますので、えっ、ー、と、つけていきたいと思いますは。装着していきたいと思います。えー、まずは腰かなだいたい腰のパーツから行くのが一番上、上石というか。すごいやっぱ上合金なんで重たいですね。ああ、いい音しますね。素晴らしい。では、せまず腰の方に、 つけます。おーグッと入っていいね。グッと入れますね。この穴の中にね。さあ、ガロの称号を受け継ぐもの。ガロの紋章綺麗ですね。いいですね。そしたら、まあ多分普通に胸パーツでしょうね。こちら。すげえ重たい。いいなぁ。かっこいい。あおさあ、そして、この、 これは、プラというかね、メッキです。はい。これは上から押し込む形かなおお。あ、いい感じで今パチッといきましたね。さあ、それでは、ここら辺かな大体で、大体でやってます。これ見よっか。<laughs> さあ、両手つけれました。で、こっちの腕の方。 上をまずつけて、そしたら、おーすげー手だできました。いや、意外とポロポロいきますね。意外と、ポロポロいってしまいます。やっぱり装着変身のこのね、パーツがちょっとうまい具合に、しっかり入っても結構ポロポロいってしまいます。 はい。とりあえず、上半身、これで。よし、できましたね。おー、いいですね。やっぱ、すごいごついですね。これだとなんか、神滅ガロみたいになっちゃいますね。足のパーツつけていきましょう。おー、いいじゃないですか。これ、反対側もあるっていうのがいいですよね。後ろ側も、ちゃんとはめるという。 これは素晴らしいと思います。さあ、ついに、全身がもう、これで、できましたね。顔以外。はい。白夜の魔獣の時のガロになっております。はい。で、背中の方にも、これ、マントね、つけれますが、ここでね、パーツをつけて、ぐっと、はめてねーー。風のごとく。 定めの剣士よをやびりまぎれて <laughs> 結構ほんでパーツがねギリギリですね。すぐ取れちゃいますね。さあ、あとはあ、もうこれダメだ。顔、顔かっこいいですよ。ちゃんと造形できてますよね。

はい。ポロポロと、取れ始めてこ、取れ始める所存でございます。はい。ふっふっ。貴様の因果、俺が断ち切る、うん、ダメだ。断ち切る以前にもう鎧が断ち切られてる。<laughs> はい。ということで、ガロケンはね、ダイキャストとか、超合金ではなく、メッキでございます。こちらにね、カチッと。 はめることができます。はい。いやーでもいいですよね。やっぱ、金色の輝きがあってこそのガロですからね。マ、ま、界、あ、カイカドもいいんですけどもね。これ、これの、本当魔マカイカドって作れないのかなこうやって装着変身でもいいんでね。すごいいいですよ。これだって、後ろから見てもね。足。よいしょ。こんなにもうガロですからね。 ちゃんとガロ。すごくガロ。めっちゃかっこいいですよね。はい。ということで、こちらでございます。ちゃんとね、立ちます。すごい重量がね、あるので、全然やっぱね、足とかも開いたり、全然、できますよ、はい。うん。ただね、ほんとやっぱ動かしまくると、やっぱコパーツがね、ポロポロいっちゃうので、 なんとも言えないんですけども、そのままね、飾っておくには全然いいと思います。立ってね。でもなかなかね、本当にね、多分このパッケージみたいなね、ポージングはかなりきついと思いますね。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、装着変身シリーズのガロでございました。ではね、この後は、えっ、ー、と、オーリンガロ、魔界ードやって、このね、似てる きらめきびトっていうすんげえでかい今買うと2万ぐらいするめっちゃいいやつがあるんですけども同じ金の輝きをね放つ一番いい僕が本当にこのフィギュアはマジでいいと思うまあリアルアクションヒローズみたいな感じのやつがあるんですけどそれをね紹介していきたいと思いますそれではまた明日